玉ねぎの油を作っていきます。玉ねぎ、まあ、生のものはですね、だいたい材料1に対して油が2、1対2、材料1に油が2の割合で、作ります。今日は玉ねぎ 100g と太白を 200g、 太白を 200g で、玉ねぎ油を作っていきます。これ玉ねぎが 100g 入りました。そこに太白、太白を 200g 入れていきます。で、これ油が200入りました。で、これでまた弱火で火を入れていきます。で、この生物で作る、香味油の場合は水気が多いので、今度は135度を目指して温度を上げていきます。で、これも温度計で温度を測りながら、低温になるまでゆっくりと火を入れていきます。だんだんと温度が上がってきて、今85度ですね。もう少し上げていきます。5度ぐらいで、なかなか上昇しなくなります。それで水気が抜けてくると一気に温度が上がっております。で、さらに温度が上がって、今117度まで上がってきました。ありがとうございます。35度まで持っていきます。
135度までいったら、このぐらいきつね色になったらこのまま消します。